それでは本郷選手です、お疲れ様でした。素晴らしい演技でした。ありがとうございます。今演技を終えて率直にどんな気持ちですか？演技前すごい緊張して、大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱりちゃんと自分の中でそれちゃんとできて、ノーミスの演技ができてすごい嬉しいです。パーソナルベスト、そして60点台出ましたね。ずっと目標だった60点台が出たのですごい嬉しいです。ステップも手拍子聞こえてました？はい、聞こえてました。普段から納得のいく演技をしたいというふうに話してましたが、今日の演技は？納得できました。本当に練習の段階からジャンプも絶好調に見えたんですが、自分自身どんなふうに分析してますか？スペインに来てからここのリンクで滑って、なんか上手な選手たちで一緒に滑っていて、なんか雰囲気とかに慣れたのか、なんか自分もなんか上手な選手の中に混じって滑れるのが嬉しくて、ちょっと調子が上がったんじゃないかなっていうふうに思います。さあ、そしていよいよフリーですけれども、どんなところ、どんな演技をしたいですか？フリーはカルメンで、スペインの曲なので、そのスペインでカルメンを踊れることに感謝をして、しっかりお客さん方に盛り上がっていただけるようなカルメンを踊りたいです。我々ついつい表彰台も期待してしまうんですが、そのあたりいかがでしょうか？自分は出れるだけですごい嬉しいし、あんまり順位のことは気にせず思いっきりやろうと思ってるので自分の演技に集中したいです。わかりました。本当に素晴らしい演技でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。